じゃあ耳作っていきます。耳なんですが、人によってそれぞれ形が違うと思います。髪の毛から、そのまま一体にして作ってしまってもいいですし、僕は耳は別のオブジェクトとして、新しく作っていきますので、それぞれあると思いますが、自分の好きなように作ってください。とりあえず、今回は、僕がやるやつを、そのまま紹介する形にしていきたいと思います。これしか言ってなかったよ。これ T を押したら、左側出ますっていうの言ってなかったよね、そういえば。からここまでをコントロールクリックで選択、 G キーを2回押して真ん中にスライドで、このいらないやつを辺を妖怪とやるといい感じに減らせるということが分かりました。皆さんも活用してみてくださいという前に、そもそも最初からこんなに細かいキューを作らなければいいのではという話でした。はい、
と形が気に入らないので、ちょっと形が気に入らないので、こう今度は、シャープにして、こうドヤシャープにすると、こう触ったところが一番動くから、こういう形作りたいときにはシャープに、ここね、シャープにしてやるといいよ。こんな感じで別のオブジェクトでこうやって作っていくとね、そういう調整とかが楽になるので別で作った方がいいような、悪いような、いいような、いいような気がするよね。いいと思いまーす。はい。じゃあ次は、耳の中の、毛を作っていくよ。左右対称で作ってる人は、最初に言えばよかったけど、ミラーリングをすることで、あって、この状態でミラーリングってしたらさ、ちゃんとミラーしてくれんの？ミラーしてくれない？あ、してくれてるけど、原点がここにあるから、そうじゃなくて、そうじゃなくて。コントロール Z で、ああ、戻しすぎちゃったというときは、コントロールシフト Z を押すことによって、作業を進めることができるので、ああ、戻しすぎたってなったときは、シフトも一緒に押しながらね、やるといいと思います。で、こういうのをコントロール Z だと戻せないんで、自分で消しましょう。ポチッと。で、これそうね。シフト C。で、オブジェクトモードで、コントロール、シフト、オルト C。C ね。今 X を押してたわ。で、原点を加速移動から、ミラーリングって押すと、ね、こんな感じで出るので。まあ、左右対称で作ってる人はこんな感じで作ってみてくださいね。はい。僕は左右対称じゃないので、こういう感じになっているので、ミラーリングはしないで作っていきます。って言ったけど、今ミラーリングして、せっかくミラーリングしたから、こっち側のやつを、なんだ、こう、こうやってね。あ、そう、頂点選択モードで、こう投げ縄選択すると、なんか選択してないとこう飛んで選択されてって大変なことになるので、あんまり使わない方がいいかもね。まあ、小技としては、こうやって選択した後にメイン選択モードに変えると、大丈夫っていうね。はい。ということでした。ということで、耳毛を作っていきたいと思います。いろいろ試行錯誤したけど、やっぱり、髪の毛の後ろ側をね、これ、どれだ？髪の毛の後ろ側を作った時みたいに、この面から、例えば、どのぐらいから、このぐらいまでくっついてていいのかな？例えば、このぐらいを選択して、E キーで押し出し、で、S キーで縮小して、で、G キーで移動。ポン。こうやって、毛を作って、で、当たりないなと思ったらまた別の箇所から、こう、耳毛を生やしていくと、いいかなと思います。このループカットでこうやって増やしてね。
ここの先っちょを中心に結合してしまうと、ループカット使えなくなってしまうので、ループカットをするという場合は、ここ面がある状態にしてやってください。そんでまたこっからこうやっていい切れ伸ばして、こんな感じ、こうやってこっちの面もいい切れ伸ばして、こんな感じみたいな。これで耳毛を量産していきます。オッケー、バッチリだね。こんな感じ。こっち側もう一個増やすか。うん、といったところで、どうでしたか。皆さん参考になるといいんですけれども、なんかこうとにかく時間をかけて調整していくタイプなので、もっと効率のいいやり方があるかもしれないですが、その辺は、頑張って探してみてください。僕はとりあえず今現状ではこうするしかこうするしかやり方がわからないので、一応紹介するということで紹介という形でやってみました。はい、まあね、作り方なんであれ最終的に同じ形になればいいので、なんだ、頑張ってやってみてください。次回はですね、体、首から下を作っていきたいと思います。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイヤー。